いやー、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思っておりますが、YouTube の収益は大した額じゃないということで、翼の塔ですね、組織未整備ということで、産経新聞が結構厳しく書いてるんですね。で、この件についてちょっと触れていこうかなというふうに思っております。方針巡り温度差も露呈ということでございます。読んでいきましょうか。ちょっとね、あまりにもですね、みたいな内容が多かったんで、まあ、ツッコミを入れていくっていう話ですけどもね。はい、ということで衆議院東京10区補選をめぐるということで、選挙妨害事件の関係幹部逮捕され幹部らが逮捕された、いわばですね政治団体翼の党をめぐって、警視庁捜査2課の運動を加っていた、まあ、いわばそのスタッフらも含めてですね組織の解明を進めているということで言われております。ただ関係者によればですね逮捕された代表の黒川容疑者45歳らですね3人が運営の大部分を担っていて組織的な基盤は未整備だったというっていうことで言ってるんですね。マジでって思いません皆さん。えってだって、まあ、もう、なんとなく皆さんわかってると思いますけど、オリーブの木からスタートしてるじゃないですか。ね。最低ですよ。最低、もう、ガーシーさんが当選した年がもう2年前とかになってきてるので、2年前から、翼の党の活動ってやってるわけじゃないですか。まあ、最低ね。NHK 党に所属してる時からもう、翼の党っていうのは存在してたわけだし、もっと言うと、もっと前から、政治団体として解説はしてたわけじゃないですか。オリーブの木から翼の党になってるわけですからね。で、組織的な基盤が未整備ってやばくないって僕は思ったんですよ。だってもう6年とか7年とかやっててもおかしくないじゃないですか、正直な話ね。それこそ、令和新選組の時から、まあ、令和新選組の山本太郎さんからね、応援されてた時から、まあ、数えたら何年やってんだよって話じゃないですか、黒川さんの活動ってね。で、3人のね、逮捕直後、まあ、支援者らからですね、警視庁本部などに抗議を行ったけれども、党の運営、活動方針については温度差が生じるなど、組織力の低さが出てきているということを言ってるんですね。ああ、なるほどな、というふうに思ってしまいますけどもね、組織力の低さ、ね、これどういうことなんだろうかと言ったら、まあ、多分なんですけど、まあ、黒川さんたちが3人が、まあ、党の大部分を担ってたから、まあ、なんていうのかな、その他スタッフの人たちですよね。あと、まあ、友人関係にあった人たちとかっていうのの、まあ、なんていうのかな、関係性っていうのはかなりね、強固なものではなかったんじゃないかっていうことをここで、まあ、言ってるのかなというふうに思いますけどね。さあ、そこの次ですね。党員と呼べるのは3人ぐらい。あと、私とその他党員になりたいという人が何人かみたいな感じで、点々点って言ってるんですけど、マジでって思っちゃうんですけどね。ここね。マジか。いや、だから、翼の党の関係者、なんか、でも、杉田さんも、なんか、関係なかったみたいなね。いや、だからもうなんか、むちゃくちゃになってくるんですよね。そもそも NHK 党内部の時に、その、大津さんのね、みんなで作る党の、まあ、政治家女子48党でしたけど、その当時はね。その当時は48党だったけども、その頃から、黒川さんたち、翼の党って、その、政治家女子48党に関係している人だったのかどうなのかってもう分かってなかったじゃないですか、正直。ね。で、なんか、なんだっけ、杉田さんは私たち関係ないですよ、みたいなこと言って、なんか、まあ、やってたりしたし、もっと言うと翼の党が、まあ、なんていうのかな、どういう風に、なんていうのかな、NHK 党に関わってきてたかとかって、全然分かんない状況下で、まあ、このままね、話がどんどん進んでて、時間だけ過ぎてったみたいな。だから翼の党の内部の状況って全然分かんなかった。だけど、今回、まあ、逮捕されるというか、まあ、差し押さえが一番最初に来てましたけど、差し押さえされて、まあ、逮捕に踏み切ってるわけですよね、警察はね。で、まあ、組織的なね、内部の、まあ、組織運営だったりとかっていうのが、まあ、実態がね、明るみに出たんですけど、まあ、中は結構黒川さんが主体的に活動されてた。ね、杉田さんと、まあ、いわばこの幹部ですよね、主体的に、よく、まあ、YouTube に映ってた黒川さん、根本さん、杉田さんがずっと動いてたと。いうことが、まあ、ここでポッと出てきたと。で、それを取り巻く、まあ、なんていうのかな。まあ、それこそ、富山さんって、翼の党の関係者なの？いや、でもなんか、ホームページ出てるよね。まあ、仮代表になってるから、まあ、今回はもう完全に組織の人間だっていう。いや、何が言いたいかっていうと、NHK 党の時から翼の党ってどんな政治団体なのかとか、組織的にどういう存在だったのかっていうのが、全くわからなかったんですよ、正直僕は。なんか、入ったら入ったで、なんかすぐ出ていくみたいな感じになったし、なんなんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、それこそさ、いや、俺は翼の党の友達だから、え？って思うじゃないですか、皆さん。え、翼の党の友達って何？黒川さんの友達だから、根本くんの友達だから、杉田さんの友達だから、なんかネットで調べて、その選挙のデモとかに参加したんです、みたいな。それって関係者じゃないの？って僕は違うのかな？違うんだろうね。うん。なんなんだろうね。これどうなんだろうね。まあ、警察もやりようがないよな、こんなのされちゃったらね。党員と呼べるのは。
3人ぐらい、あと私とって言ってる時点でもう3人ぐらいじゃないんですよ。もう4人なんですよ、この時点で。いやいや、これ産経新聞の書き方がおかしいんだと思うんだけど、党員と呼べるのは3人ぐらい、あと私とその他党員になりたいという人が何人か。わかります？この時点で3人ぐらいじゃなくて、もうあと私は、私とその他って言ってるんで、もう、これ3人違う。で、その次、ここで4人になったんだけど、その4人もここで違うってなって、その他みたいな。言ってるのか、それとも、もうこれ4人は確定なんだけど、党員になりたいという人たちが何人かいる。X人いる。みたいな感じになってるっていう感じですよね。産経新聞さ、まあそれが富山さんがそういう風に言ったのかどうかわからないけど、関係者ってなのか、それとも党員なのか、組織的にまあこの人は党員ですよとか、まあ資金的に援助してた、まあだから山中さんとかね。山中さんとかは、翼さんとの関係者と言われてもおかしくないですよね。だから資金出してたりとかしてたわけですからね。立花さんがもう完全に、山中優さんのお母さんと話してたりとかしてたわけですから、ね、言われてもおかしくないんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。はい。じゃあその次です。事件となった妨害行為については、やりすぎだったっていうふうに言ってるんですけど、あ、この後これ、これすごく大事なんだ。ごめんなさい。ちょっと僕、絶句したんですけど、ここ。黒川容疑者の内縁の妻で、党の広報を担当する埼玉県の阿佐ヶ市議のね、富山さんですね。富山秋さんです。は、こう話す。党規約など基盤をこれから固めていく段階だったという悔しさをみじませていて。マジかと思ったんですよ。党規約とか基盤ってめっちゃ大事じゃないですか。それこそ、まあなんていうのかな。会社の、まあ会社、株式会社にしてみるとすごいわかりやすいんだけど、会社の就業規則だったりとか、まあ社内のなんかルールですよね。それを、まあなんか契約書だ、契約じゃないけど、会社開設するときに書かなきゃいけないんですよ。ね。で、そういうのをこれから固めていく予定だったみたいな感じで言ってるんですよね。はぁって思いません？いや、もう一番最初に私たちの政治団体はこういう団体ですっていうのを出すわけじゃないですか。で、それで足りない部分に関しては追加でね、例えばなんだけど、党規約を変更していきますとかっていう風にやるんだったらわかるんだけど、まだ基盤をこれから固めていくって言ってことは、見切り発車で一番最初にやっちゃって、で、その後に党規約を、あ、これやらなきゃいけなかった、これこの規約も作らなきゃいけなかった、この内容もやらなきゃいけなかったみたいな感じでやってったっていうことを、に近いわけじゃないですか。これ言っちゃうってことは。悔しさもにじませてたとかって言ってるんだけど、一番最初にそれやらなきゃいけないんですよ。ね。俺たちはこういうことを政治団体として、株式会社としてやっていくんだと。で、これでお客様を、まあ、一人一人ね、幸せにしていく。もっと言うと、幸せにしていく会社もあるだろうし、もっと言うと、利益を追求するっていう会社もあるだろうし、人々が、困ってるとか不便だなって思ってるものを、私たちの公共サービスだったりとかサービスによって、改善していくっていうことを定義するのが、就業規則だったりとか株式会社だったりとか政治団体の規約だったりとかするわけじゃないですか。そうでしょ？なんだけど、ここで言ってるのは、もう一番最初に翼の党っていうのは、政治団体として立ち上げました。何やるのは考えてません。けど結局これから、まあ、党規約だったりとか基盤とかって考えていくつもりだったんです。え、何年政治やってんのよと。選挙出てんのよと。僕はちょっと思っちゃったんですよね、この話をした時に。いや、細々とした内容についてをここで言ってるんだったら産経新聞が悪いんだけど、富山さんがこの内容をここで言うっていうことは、少なくともこう取られてもおかしくない内容なんですよね、産経新聞の内容ね。だから僕ちょっと絶句しちゃったんですよね。え、普通って一番最初に私たちの政治団体ってこういうことやっていきますって宣言して政治団体を開設するんじゃないの、株式会社開設するんじゃないのっていう話なんですよ。例えばなんだけど、飲食やるんだったら、自分たちが作ったラーメン一杯をみんな美味しいって言ってくれるお客さんの顔見たいからこそ、私たちはこういう株式会社を立て上げたんですと。ね、株式会社なんちゃらラーメンでもいいですよ。ね。で、飲食店だったら、みんなが、ファミリーですよね、家族が楽しい、食事をする環境、場所っていうのを提供したいから、私たちはこういう、なんていうのかな、場所をですね、提供するために会社を立ち上げたんですっていう、その一番根底にあるですね、概念的なですね、まあ、この会社を定義するっていう、まあ、私たちの会社はこうだっていうね、宣言が揺らいじゃってるっていうのが僕からしてみたら、びっくりした。それこそ、皆さんね、わかってると思いますけど、佐藤沙織さんいるじゃないですか。沙織ね。沙織なんて、佐藤の規約見てもらったらわかりますよ。佐藤の規約読んでください。NHK 党の規約はまあ、ちょっと、まあ、いろいろとあったけど佐藤の規約は本当に見てもらったらなるほどっていう、あ、こういう政治団体なんだねっていうのが本当にわかる。で、もっと言うと、僕って日本保守党とか参政党とかに国民民主党とか自民党とか
立憲民主党、日本共産党、いろんな、党規約だったり、党内規約だったりとか読んでます。それなんで読むかって言ったら、この政治団体、自分たちがやろうと思ってる政治っていうのが何を目的として立ち上げてる団体なのかっていうのが、ここ定義されてるからなんですね。この定義が一番大事なんですよ。で、そこから、ずれちゃってる行動してたら、いや、お前、規約とか党内規約に、こう書いてあるじゃないかと。で、その党内規約に基づいて自分たちは政治活動してるんじゃないのか。それに賛同してるから、お前たちは、そこの所属してる議員じゃないのかっていうことが言えるんですよね。だからこそ、規約とか党内規約だったりとか、党員規約だったりとかっていうのはすごく大事なんですよね。それを、なんか、固めていく段階だった。だって政治団体立ち上げて、その後にやりますって。僕からしてみたら、ちょっと、みたいな。まあ、それは、決まってたんだけど、その基盤をこれから固めていくって、基盤ってどういう意味か分かってますよね。まあそれこそ富山さんだったら全然分かってると思うんだよね。聡明な方だから。ね。あと、それこそ朝霞市議のね、市議会議員やられてるぐらいの方だから、聡明な方だと僕は思ってるんですけど、ちょっとショックかな。翼の党ってなんか勢いだけじゃなくて、なんかそういうなんていうかな、内部的なところっていうのもきちんと、定義づけて、私たちは正々堂々とやってる。で、表現の自由の範囲を逸脱しない程度に、選挙的にですね、乙武さんのところに行ったりとか、小池百合子の、自宅前凱旋したりとかするんですっていう、でも私たちは正々堂々とやってるんだけど、あまりにも、小池百合子さんだったりとか、乙武さんだったりとか、まあ、それこそ国民民主党の玉木さんだったりとかっていうのが許せないから、質問しに行ったんですっていうんだったら、僕は、まあ、わかる気もする。称賛はしないけれども、彼の活動に対して称賛するつもりはないけれども、でも君たちは正々堂々とやってたんだねっていう風に言えるんですよ。だけど、これから基盤を固めていくって話になってたら、そもそも自分たちの政治団体の定義すら曖昧なのにもかかわらず、ね、自分たちの言いたいことだけをまとめて、ね、玉木さんだったりとか、乙武さんだったりとか、小池百合子さんに質問しに行ったってことって話になるわけじゃないですか。それってあまりにもなんか社会人的には、というか一般的常識から逸脱した活動になってませんかっていうのは、僕は質問したい感じですね。普通にね。まあ、ちゃんとそこの定義が、あるんだったら、ちょっと、教えてもらいたいな、っていうふうに思っちゃいますけどね。はい。じゃあ、その次です。事件となった妨害行為については、やりすぎだったということで、まあ、ここについてはね、謝罪をされておりました。はい。共感を得られなくな、得られないですね、やり方はやめてくれと何度も言ってきた。ここに関してはね、富山さんもね、言っておりましたね。特に、おじいちゃんの代から、って言ってたね、あの動画、NHK とのね、まあ、なんていうかな、幹部討論だったっけ。あれ見ていただければわかりますけれどね。安倍のせいだ、安倍のせいだっていうやつですね。あの動画のやつなんですけど、あの動画も、の件で、富山さんは、まっとうに黒川さんのこと批判してますからね。批判っていうか怒ってますね。だから、あなたの話は聞いてもらえないのよっていう話を言われてましたね。だから、共感を得られないやり方はやめてくれということで言ってた。まあ、で、特に、まあ、富山さんに関しては、この共感を得られないやり方っていうのが、すごく大事なキーワードなのかなっていうふうに思ってしまいますよね。はい。だから、なんていうのかな、誰かで構わず行くんではなくて、政治的にとか、特に、政治的にそうだね、政治的にもそうだし、政治的にもそうだし、客観的に見て、大衆的に見て、一般常識から逸脱しているような政治家だったりとか、市議会議員、県議会議員のかっていうところに行って、そこに対して質問をぶつけていくっていう方向に関しては、私は共感得られないやり方はやめてくれっていうふうに言ってきたっていうことだと思うんですよね。で、他党の質問をぶつけていく方向性についてはということで言ってるんですけど、ここに関しては変えるつもりがないということで断言されました。まあ、ここに関してはね、富山さんね、まあ、なんていうのかな。まあ、彼女の正義があると僕は思ってますので、そこまで否定するつもりは全然全くないのでね。まあ、全然やってもらって構いませんよって話なんですけどもね。はい。だけど、逮捕されるぐらいまでやっちゃダメだよねって僕は思っちゃうんですよね。富山さんね、なんか、まあ、一生懸命やってるっていうところもあるしな。まあ、そこちょっと思っちゃいますよね。さあ、その次です。黒川さんたちということで、言っておりますけれども、活動の様子を YouTube で公開し、広告収入とか視聴者からの投げ銭ですね、呼ばれる寄付を得ていたと。容疑者本人は逮捕前、取材にね、YouTube だけではまかないないと説明されておりました。不動産会社だったりとか投資会社だと複数を運営し、収入源と、しているということで主張されておりました。まあ、YouTube だけの活動してたわけじゃないんだよってことをね、ここで言ってたんだと思うんですよね。不動産会社、投資会社、複数運営し、まあ、投資ブラザーズの件だと思うんですけど、まあ、ツイッターから消えちゃったからね。
ねえ。で、僕ちょっと聞きたかったことが一個あって、不動産会社の関係ですね。投資ブラザーズでやってた、まあ、収益利率 15% ですね。年間、年利 15% で不動産を投資しますよって言ってたやつですね。どういった内容だったのかっていうのをちょっと動画とかでね、見せてもらったんですけど、まあ、ツッコミをしたいというか、まあ、質問したいことがちょっと何個かあったかなっていうふうに、ね、思うところが何回かありました。まあ、なんか今回に関してはね、もう言うつもりはないんですけど、まあ、ちょっとね、投資ね、S&P500 買っとけばいいんじゃないの？正味。オールカントリーと S&P500 買っとけば問題ないと僕は思うんですけどね。はい。まあ、収入源として主張していたって言ってるんですけどね。まあ、収入源って、だったらね、おひつさんが毎回毎回のごとく言ってるさ、その、まあ、資産家から1億円借りた債権、個人債権に関しては、どうやって返済するつもりなんですかっていうことは、聞きたかったし、まあ、これから返していけるっていう風に言ってたんだけど、結局これでね、翼の塔の、もう採算どういう風にしていくのかっていうの気になるところではありますしね。大丈夫なのかなっていうのはちょっと心配してる部分はありますね、本当にね。大丈夫かなって思っちゃうところはある。まあ一方でということで、まあ、党の活動に対する出入り、ですね、人物の中には大口の支援者に関してもおられた。大手の、企業の創業者出身という男性で、まあこの方は多分あの人だと思うんだけどね。黒川容疑者と共同の投資会社を立ち上げている。男性は、まあ、根本容疑者の自宅を落とし、まあ、支援者が寝泊まりする都内の住居を提供。制作アドバイザーとして、まあ、活動しており、YouTube の収益は大した額じゃない、金ない政党だよ、ということで話していたということでおりました。でもさ、立花さんに対して、俺たちめっちゃ稼いでるから、大丈夫だから、って言ってた、あれ、嘘だったってことですか？いや、そうなるじゃん。そうじゃない？だって、示談で、5000万とかと言ってたわけじゃないですか、立花さん。その件でね。これ、大丈夫って思っちゃうんですよ。いや、自分たちはこうです、ああですって言って、その場その場でね、例えばなんだけど逃げるようなことってやっちゃダメだと僕は思うんですよ。普通に、なんていうのかな。だって自分たちは散々パラ人に対して質問してきたんだから、自分たちに対しても質問が投げかけられてもおかしくないっていう風にしないといけない。だから僕は質問することっていうのはモロ刃の剣だと思ってるし、なんていうのかな。大抵のことを許してやればいいって僕は思ってるんです。政治家に対してはちょっとね、思うところある。なんていうかって言ったら、彼らが取り扱う一つの法案だったりとか、一つの政策だったりとかっていうのは、1億4000万人が全員、波及して、こう、やられちゃうものだから。だから消費税を 1% 上げるにしろ、それを1億4000万人全員が、同じ方向を向いて消費税増税したっていうものをやっていかなきゃいけないってことですから、国会議員の、なんていうのかな、ある程度っていうのは、許されないと僕は思ってるんですよ。だから厳しくしなければならないっていうふうに判断してるんですよ。国民一人一人はね。厳しく国会議員を見なきゃいけないと僕は思ってるし、そうしないと、例えばなんだけど、じゃあ、今から、50年後、100年後、ね、日本の総人口は1億切るかもしれないとか、まあ1億にもう切りかけてるわけじゃないですか。で、この国をずっと存続させるためには、まあ子供を産んでいかなきゃいけないよねとか、いろんな政策やっていかなきゃいけないよね。まあ税収下がっていくんだから、税収下がっていく分、公共福祉とかっていうのにも力入れられないよね。公務員の数増やすのはちょっと控えた方がいいよねとかっていう風になっていかなきゃいけないんだけど、そういう政策全然やっていかないじゃないですか。自分たちの 身を切るとか、サービスを切るとか、なんか上っ面のね、なんか、いいことだけ言って、だからといってこの国が変わっていくのはもう幻想でしかないんだから、そこにも目を向けていく人たちが僕の視聴者さんだと僕は思ってるんですよ ね、だからこそなんていうのかな、国会議員になる人たちは正々堂々としなきゃいけないし、真っ白で なければならないというふうに僕は思ってるんですけれど、まあこれからね、例えば今回根本さんがね出馬したところっていうのは衆議院東京15区補選ですよ。補選に出馬してるんだから、それは自分たちも、人たちに、多くの人たちに対して質問を投げかけてるんだったら、それ相応に、ある程度のクリーンさを求められるよねっていうのが僕の主張でございます。はい。ということでね、皆さんどうお考えでしょうか？まあ、僕はね、今回の件ね、まあ、今回の翼の塔の活動によって、言論の自由っていうのがある程度大幅に厳罰化されてもおかしくない事案だと僕は思ってるんですね。だからこそ、きちんとですね、ここは、政治家の人たちが考えて、ね、なんか自分たち本位になるようなことではなく、こういう活動はやめましょうっていう風にしてほしいなという風に思ってしまう限りではございます。以上です。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。